はい、猫が死んでますね。まあ、この辺結構野良猫が餌付けされているんで、多分そのうちの1頭だと思うんですけれども、まあ、餌付けすると結果的にこういう結末を招くっていうことですね。多分交通事故の被害に遭った個体だと思います。あいつはお前のお仲間か。うん、やっぱりって感じですね。猫の餌がばらまかれてますが、まあこれが結構悲しい結末を生むんですよね。お、ガザミおります。早く早く。あ、しかもこれちゃんとしたガザミだわ。伸ばして伸ばして。お、いった。イエーイ。よし。これはなんだろう。なんか違う。そうですね。はい、また取れました。こちら石ガニ。結構豪ガニくっついてますね。あ、やべ。こいつらはこんな風に後ろ足、一番後ろのこのヒレのついた足をこんな風に持つと結構簡単に持てますね。カニを取るときはですね、こういう風にカニの目が光っているので、これを探すといいと思います。多分メジナの稚魚ですかね。岩の継ぎ目のところに固まっていましたね。真っ赤なウミウシがいますね。ちょっと種類は分かりませんが、あれ取ろう。今動画撮ってます。これなんだろうな。急いでください、逃げそう。下もっと下。これ無理だ。むしろ去っていく。はい、逃げられました。終了。はい。はい。アナハゼです。アナハゼの中でも何ハゼかちょっとわかりませんけど。ガサガサでもなんとか取れました。なんだろうな。光にビビって跳ね回ってますけど、はい、またアナハゼですね。アナハゼ、アサヒアナハゼとかその辺かな。わかんねえな。なんですかね、アカメフグかなんかでしょうか。半分寝てましたね。こんな目にあって、お、威嚇か、カチカチいってます。でかいヤドカリが捕まりました。うわ、ヤドカリの種類全然わかんないけど、なんだろうこれ。そのヤドはどこから持ってきたんだ。こんなの。どこにあったんでしょう。いやーすげえ。この大きさ初めて見たな。こんなんいるんすね。縮むのが高速ですね。おお、すごい。若干これ殻のサイズ合ってねえな。殻でかすぎるな。うん、また別のヤドカリですね。こんな種類も同じなんだろうか。わかんねえな。ちょっと違う。ちょっと違うっぽいな。あ、なんか片手だけでかい。それは同じなんや。はい、やっと取れました。メバルですね。やっぱり余命が効いて網を簡単にくぐっていきますね。最近メバル3種に分けられたみたいですけど、
どのメバルかは分かんないですね。はい、伊予さんがこれを踏んづけました。スリングですね。穴が開きました。あ穴が開きました。このかかとの部分ですね。皆さん、こういう被害者が出ますので絶対釣り具は捨てないようにしましょう。これは多分アジング用のジグヘッドですね、幸い返しまでは残ってませんでしたが、これがかかとに突き刺さりました。伊予さんが憤っております。憤っておりますので、こういったものは必ず持ち帰りましょう。